ミッシーフチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ミッシーフスタッフの金子です。今日もですね、3分でリカバリーサンダルご紹介していきたいと思います。今日見ていくブランドはダナーでございます。ダナーのブランドとしましては、皆さんもご存知かと思いますが、もともとはですね、1932年に誕生したブランドでございます。靴で初めてゴアテックスだったりとかビブラムソール、そういったものを採用したブランドとして有名です。ダナーといえばやっぱりダナーライトとかマウンテンライトといったもうゴリゴリのワークブーツなんですけれども、そんなダナーから発売されているリカバリーサンダルがこちらの、水雲という商品でございます。当店でもですね、もう何年も販売しているロングセラーアイテムとなっております。こちらの水雲の特徴としましては、使われている素材がですね、ダナー独自の水雲フォームというものになっております。こちらの素材はですね、非常に絶妙な柔らかさになっておりますので、アウトドアシューズで有名なダナーが作る、リカバリーサンダル、アフターハイクにすごくいいんじゃないかなという感じですね。もちろん普段履きからオフィス履き、いろんな用途で使っていただけるサンダルかと思います。形はですね、こちらの水雲スライドと呼ばれるスライドタイプと、こちらの水雲フリップという、トングタイプ、2種類がございます。水雲のいいところとしましては、カラーラインナップの豊富さと価格のリーズナブルさですね。こちらはですね、新色も含めて結構な数のカラーリング、そして柄がラインナップされます。年によってカラバリ変わるんですけれども、今年はこんな感じですね。結構豊富なバリエーションとなっております。そして価格なんですけれども、こちらのスライドとフリップどちらもですね、5500円税込みとなっております。他のリカバリサンダルブランドに比べてもかなりリーズナブルなものなんじゃないかなと思います。こちらの水雲の微妙な点はですね、正直あんまりないんですけれども、まあ、強いて言うならばリカバリーサンダルなんですけども、ちょっと固めっていうところですかね。これはですね、逆にいい点でもあると思うんですけれども、先ほどの水雲フォームはですね、比べるならばウーフォスよりも硬くて、テリックよりも柔らかいっていう感じです。なので先ほど言った絶妙な柔らかさっていう感じですね。すごく柔らかいものを探されている方にはちょっと合わないかもしれないんですけれども、価格と柔らかさ、アーチ形状なんか含めてもかなりバランスの取れた商品なんじゃないかなと思います。ただ水雲のサイズ感なんですけれども、こちらは1センチ刻みで23から29センチまで展開となっております。自分は普段27センチのスニーカーを履きますが、同じ27センチで問題なしというサイズ感です。ダナー水雲の価格なんですけれども、こちらはですね、先ほど説明させていただいた通り、どちらのモデルもですね、税込み5500円となっております。非常にリーズナブルで買いやすいサンダルになっております。はい、という感じで今日はですね、ワークブーツで有名なダナーから発売されておりますリカバリーサンダル水雲を紹介させていただきました。こちらもですね、人気のサンダルとなります。今は在庫たくさんありますけれども、暑くなってくると在庫どんどん減ってきてしまいますので、気になる方は早めのチェックお願いいたします。はい、というわけで、本日の動画ですね、以上となります。ご視聴ありがとうございました。またですね、次回のミッシーフチャンネルもお願いいたします。